コンボットロン部隊ブルーティカスに合体せよ。おお、こんにちは、変形合体です。今回はいよいよコンバットロンをブルーティカスに合体させていきます。まずは設定通りの普通の合体をさせていきます。合体準備状態しやすいように一旦ビークルモードに戻しました。それではコンバットロントランスフォーメーション、前回と同じで5番のブロールからいきます。まずはここの先端の部分ですね、ここのロックを解除して後ろに回すと合体ジョイントが出てきます。この回転して出てくるとこいいですね。そしたらこの合体武器を取り外してこのジョイントをちょっと収納してから足にしてさっきのジョイントに取り付けます。そしたら合体ジョイントですね、ここをと引き出してレッグモードの完成です。そしたら次は4番のスインドルです。まずはジープの先端部分をこちらに移動させます。そうすると合体ジョイントが出てくるので合体武器をレッグモードにして取り付けます。そしたら武器を外して頭部をこの位置まで持っていってこのカバーをここに隙間ができるのでここに持っていきます。こうですね。そうすると武器が余ってしまうので、まあ、ここにつけられないのはここにつけるしかないですね。最後に合体ジョイントを取り出せばレッグモードの完成です。次は3番のボルターですね、まあ、ロボット変形するときとほとんど一緒ですね。まず武器を外してこのローターの器具を上に上げます。そしたらここのつま先のロックを解除して機首を分割して横に持っていきます。そしたらコンバイナーウォーズ足伸ばしですね、蓋を開いてここですね、足を伸ばして接続ですね。そして今回は左腕にしたいので曲がる方を手前ですね、こうですね。そしたらこの合体武器を拳のモードにしてここに取り付けます。こうですね。そしたらローターの規模を下げてテールの部分を二重に折り曲げてセットですね。最後に合体ジョイントを頭と足を起こせばアームモードの完成です。余った武器はまあここに取り付けておけばいいですね。それでは次は手足組最後の2番のブレストオフです。まずは当然武器を外しますね。そして、まあ、例のごとくバーニアの方をこうですね。そしたら今度は一旦手をどかして足を分割してコンバイナーウォーズ足伸ばしにして主翼を立てます。そして足をくっつけますね。そしたら拳の方ですね、武器変形させて右腕なのでこっちですね。そしたらこっちが曲がる方なの で右腕にしたいのでこちら側に回転させます。そしたらこの腕ですが一旦戻してこうですね、反対側も曲げます。そしたらこの機首を開いて頭を収納してここのカバーを横に開いてからこのようにセットします。最後に合体ジョイントを出せばアームモードの完成です。
った武器の方ですが、まあ、こことかこことか、まあ、どこにつけてもまあ悪くないですね。まあ、こことかでしょうかね。最後はリーダーの1番オンスロートです。まずは足ですね、分割してこの根元から外側に曲げます。反対側も外側に曲げます。こうですね。そしたら上の方ですね、まずここ腕を分割してこのようにします。タイヤが上の方にですね、こうしないとここのパーツを上げて上に持っていくときに突っかえて持っていけないんですね。そしたらこの股間のパーツを下に下ろします。こうですね。次は上の部分ですね、このパーツを下に下ろしてこっちに向けます。そして腕をこっちですね、そしたら腕を完全に曲げてロックですね、合体ジョイントも出します。反対側も同様に一旦こちら側ですね、そしてここに曲げて腕も持っていって完全に曲げてこうですね。そしたらこの合体ジョイントの部分もカバーも外して頭部を後ろに持っていくんですが、まあ、この時にこの合体ジョイントちょっと外に出して地面に置くとなんか基地っぽいですね。元に戻して頭部を後ろに下げてここでロックですね。ロックしたらさらにこのパーツを後ろに持っていってライフルだけ上に持っていきます。これで合体準備状態の完成です。すべての合体準備が完了しました。それではいきます。ロール、おお、スインドル、おお、ボルター、おお、ブレストオフ、おお、完成、ブルーティガス。ついに合体しました。海外のコンバイナーウォーズのブルーティガスが発売されてから国内版が発売されるまで長かったですね。一応可動範囲ですが、頭部がボールジョイントで左右と上下を若干向けます。あと腕がもう合体ジョイントなのでどれでも共通ですが、360度回転できて、当然腰のロールもあって肘も90度曲がります。そして、まあ、腰は回転しないんですが、ここの足が付け根で前にここちょっとどかせば90度ですね。そして後ろも90度ですね。そして横がちょっと手をどかせば横にも90度ですね。そして膝も90度曲がります。日本のユナイトウォリアーズのブルーティガスは G1 のアニメの色を再現してますね。逆にコンバイナーウォーズのブルーティガスは玩具版のブルーティガスの配色を再現していました。武器を持たせるとこんな感じです。ちょっとちっちゃいですね。ちなみにブルーティガスのアドオンキットと並べるとこんな感じです。一応これが説明書に書いてある通りの合体なんですが、自分の場合はまず足ですね、ここの部分をこういう風にした方が好きですね。こんな感じです。足がだいぶスマートになりました。
あとこのスインドルはちょっとジープなのか何なのか分からなくなるので、武器外して、このカバーは上に上げない方がいいと思いますね。で頭部も収納して、まあ、この辺につけとくといいと思います。そしてボルターですが、このままだとプロペラが回転できないので、このテールの部分をギリギリのこのぐらいで止めておいた方がいいですね。そしたら、まあ、ギリギリ回りますね、まあ、ブレストオフはそのままでも大丈夫ですね。もちろんブロールもそのままで大丈夫です。どうでしょうかね、このっちの方が自分は好みですね。改めてアップグレードしたユナイテッドのブルーティカスと並べるとこんな感じです。アドオンキットのショットガンを持たせるとこんな感じです、まあ、このぐらい大きいといいですね。ちなみにこのでっかいキャノンはどう頑張ってもつけられないですね。背中に置いとくだけなんできますね。ちょっと壁がないと落ちます。他のユナイトウォリアーズと並べるとこんな感じです。まさかスペリオンより小さいとは。メラゾールは相変わらず大きいですね。ちなみにジェネレーションのブルーティカスと大体同じ大きさです。では一旦ロボットモードに戻して、今度はスクランブル合体をします。手足を逆にします。今回はロボットモードから合体準備状態に変形させていこうと思います。それではまずは5番のブロールを足ではなくて腕にしていきます。フランソン、まずはこの武器を外して砲塔にセットですね。そして頭を収納するんですが、このままだとちょっと顔が見えてしまうのでこっち向きですね。そしたら武器を外して腕をこうですね、戦車に戻す時と同じですね。反対側の腕もこうですね。そしたら一旦胴体をちょっと外して、ここから合体ジョイントを取り出します。そしてまた胴体を戻します。そしたら足を合わせて、この曲がる方を前にするんですが、今回は変化が分かりやすいように左腕にしたいのでこうですね。そうするとこっちに曲がります。そしたら合体武器をまず親指を出して、指も出してこうですね。そして今回は左腕にしたいので親指をこちらに向けてはめ込みます。これで左腕の完成です。次は4番のスインドルを腕にします。トランソーン、まずは背中ですね。このカバーをと一旦後ろに逃がします。そして武器を外して腕を後ろですね。その時にこちらが外側で、このように噛み合わせます。反対側も同様に武器を外して腕をこうですね、このようにしてこの根元のところで後ろに持っていってここに噛み合わせます。そしたらこのパーツをこのようにして頭部をこう収納するんですが、これだとちょっと顔が丸見えなので後ろ向きにした方がいいですね。こうですね。そしたら脚部をくっつけて、今回は右足から右腕にしたいのでこっちが曲がる方なのでこちらに回転させますね。そうですね。そして余った武器ですが、ここに取り付けるのはちょっと難しいので、まあ個人的にはここがいいんじゃないかなと思いますね。腕からこの武器で狙い撃ちですね。次は3番のボルターをではなくて足にしていきます。まずは頭ですね。頭をそのまま後ろに持っていきます。合体ジョイントが出てきますね。まあ、これがなんかもう顔のようにも見えなくもないですね。そしたら足をこう両足をくっつけて干渉反転ですね。
そしたら次にローターの規模をちょっとどかしてからコンバイナーモーズ足縮めですね。開いて中に入れます。そしてカバーを閉じます。そしたらローターの基部を戻してロックですね。そして腕もここでロックします。さあ最後にこの合体武器をここに取り付けてレッグモードの完成です。余った武器は、まあ、ビーグルの時と同じで、まあ、この辺につけておくといいですね。なんかこのローターの折り曲げ方を見ると、ムービーのブラックアウトを思い出しますね。それでは次は、2番のブレスオフを足にしていきます。まずは武器を取り外します。そしたら眼神を反転させてからコンバイナーウォーズ足締めですね。短くして両側をきちんと合わせます。ここですね。そしたら次にこの前の部分を開いて機種を出します。こうですね。そしたら頭部を90度前にして合体ジョイントを取り出します。硬いですね。そしたら機種を折り曲げてここにセットですね。次に腕も根元のこの三角形のところから下に下げます。反対側も下に下げて、でここに特にロックがないですね。最後に合体武器の方の親指を出して下に合体させればブレストオフのレッグモード完成です。最後に武器をどこにつけるかですが、いろいろ、まあ、攻撃できるようにするには、まあ、こことかですね。そうするといろいろ角度がつけられますね。そして最後は1番オンスロードです。ロボットモードから合体準備状態にしていきます。トランスフォーム。そしたら次は背中ですね。これを180度回転させてこの上の部分を倒します。そうするとここでカチッと言いますね。一応ここがくっつきました。そしたら腕を完全に上に曲げて、ここにピンがあるのでそこを合わせるようにします。こうですね。そしたらそのままこちら側に持っていきます。そしてここの部分も合体ジョイントの受けの部分も開けて、こうですね。反対側も腕を持ち上げてこの肩のとこでピンをロックですね。そしてそのまま前に倒して合体のジョイントを出します。そしたらこの足ですね。かかととつま先を収納して足をこちら側に向けます。そしてそのまま縮みます。反対側もこちら側ですね、向けて縮めます。そしたらこの股間のフロントスカートの部分を下に下げて、ここですね、ここを後ろに持っていって頭部を出します。そしてこのキャノンを上に向けて合体準備状態の完成です。ブルーティカスクランブルパワー全開、ブレスオフ、おお、ボルター、おお、スインドル、おお、ブロール、おお、合体兵士ブルーティカス。こちらパワータイプであったり
カーロボのバルディガスのランドミッション的な感じですね。こっちの場合もやはり足はこういう風に細くした方が好きですね。このブローグルのこのここの部分がちょっと残念ですね。ちょっと細いです。一応ユナイテッドのブルーティカスと並べるとこんな感じです。ユナイテッドのブルーティカスはアドオンキットをつけるとスクランブル合体できなくなって腕を足にしたり足を腕にしたりできなくなります。最後まで見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。